をご紹介するネクストの時間です。はい、テレビはその国を映す鏡。この番組では毎回一つの国を取り上げて、テレビ番組を通してその国の文化を楽しく発見していきます。はい、今回もご一緒に世界のテレビ番組を楽しみましょう。ゲストの皆さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、今回ご紹介する国はこちらです。はい、南アジアの国です。中国やパキスタンなど9つの国と国境を接する半島の大きな国、インド。その中でもインド最大の都市、そして金融と商業の中心地、ムンバイに注目して番組を集めました。まあ、ムンバイ、かつてはボンベイと呼ばれていた街ですね。はい、えのきさん、ムンバイに行かれたことってのはあるんですか？あります、あります。ありますか？僕はもうインド中にもう十数回行ってるんですけども、ただバックパッカーでね、結構貧乏旅行してたもんですから、はい、当時まだ私の認識としてはムンバイっていうのはとっても物価が日本より高いっていうかね。そうですか。日本よりですか？より高いんですよ。インドってもう広すぎて、もうとっても多様性の国だもんですから、行くたんびにね、印象が違うんですよ、その場所によって。ですから何か言っても飽きない。飽きない、まあ、大好きな国ですね。あ、いいですね。ムンバイでそのテレビをご覧になった記憶などありますか？いや、そこまではもう自分で一生懸命観光する、絵描く方が先で、じっくりテレビ見たことないんで、逆に今日はだからどういうのか楽しみです。そうですね、楽しみにしててください。しさつちゃんはムンバイに行かれたことってのはないんですね。はい、インドはデリーとジョドプールはあるんですけど、ムンバイはないんで。興味はありました？ありますね、やっぱりインドとかカレーがやっぱり好きなのでインドが、やっぱり今日はね、かなり面白い番組取り揃えておりますので、楽しみにしてください。どうぞよろしくお願いします。そしてムンバイ出身の方々もお招きしています。はい、後ほどムンバイについて詳しくお伺いしますので、どうぞよろしくお願いします。まずはムンバイについて簡単にまとめたもの、はい、それから今回ご紹介する番組のダイジェストを合わせてご覧いただきましょう。悠久の大地、インド。インダス文明から続く5000年もの歴史が刻まれた遺跡の数々。神に祈りを捧げる人々。しかし21世紀を迎え、インドは経済大国に変貌しつつあります。発展するインド経済の中心地がムンバイ。商業と金融の街であり、インド最大の都市です。アラビア海に面したムンバイの面積は横浜市とほぼ同じ。そこに1200万人が暮らしています。 IT などの先端産業や外資系の企業が集中し、インド経済の牽引役を担っているのです。購買意欲の高い中間層が他の都市より多いのもムンバイの特徴です。またムンバイはエンターテインメントの街でもあります。郊外にはフィルムシティと呼ばれる映画の街があり、年間200本以上も映画を制作。以前ボンベイと称されたこの街は、ハリウッドをもじりボリウッドとも呼ばれています。インドにおいてムンバイは経済の中心地であり、流行や情報の発信地でもあるのです。そんなムンバイから届いた人気テレビ番組がこちら。今日テレビ見すぎないな、ジョニー・リバリーキャバクラじゃない。こちらは最高視聴率 27% のドラマ、イエス・ボス。このドラマは大都市ムンバイのおしゃれスポットや流行を先取りしたファッションが見られると、女性視聴者を釘付けにしています。続いては視聴率 20% のダンス番組、ブギウギ。ダンスのプロを目指すグループが全国各地で予選会を勝ち抜き、ムンバイのスタジオでバトルを繰り広げます。インドでは今どんなステップが流行しているのでしょうか。私、インドのイメージ変わりましたね、今の映像だけで。ずいぶん近代的でしたよね。特にムンバイがアルドの大都市だっていうことだと思うんですけども、ちょっとびっくりしました。なんか
やっぱボンベイのイメージが名前では強いじゃないですか、ボンベイイコールカレー屋さんみたいな何でもカレーですそういうイメージがすごくあったので、もっと庶民とこう近い感じがしたんですけど、まさかこんなインターネット大国とか、ね、たくさんあって思わないですね。そのあたりインドの、ね、ゲストの方々にお伺いしていきましょう、はいはい、ディネッシュさんは去年ご結婚されたということなんですが、ムンバイ風の結婚式というのはあるんですか？ほとんど西インドと南インドの結婚式はちょっと違うんです。はい、北欧とあと何日間ぐらいの結婚式がある、それも違うんです。例えば1日から5日間ぐらいの結婚式がある。5日間？そうです。何するんですか5日間？その中には宗教的ないろいろことがあるので写真をお借りしました、はい、うわー綺麗、華やかですね。金銀ギラギラですね。ありがとうございます。西インド風の結婚式、そうですね、その中に服もちょっと特別な服があって、後でその中にゴールドとかは日本で考えるとだったら100万ぐらいのゴールドを買って、それは結婚式時に着るんです。お金持ちですよね。金は本当に結婚は大きなイベントですから、みんな結婚式ためにすごくお金を数えて結婚式をやるんですね。すごいな。はい、皆さんはインド料理の研究家をなさっているということで、私たち今ずっとカレーカレーって言ってましたけどムンバイ独特のムンバイ料理というものはあるんですか？さっきもVTR で見せたんですけど、はい、インドは日本より9倍大きなので、それぞれの地方によって料理が違う。だからムンバイはムンバイで料理がありますし、デリはデリであって、だからムンバイは皆さんがご存知通りで港なので、はい、だから魚がいっぱい取れます。だから例えばエビとかイカとか、インド人はイカ食べないだろうとか、カニ食べないだろうとかと思うけど、とんでもない、はい、辛いのかなってイメージあるんですけど、ムンバイ料理って、いやそうでもないの。お寿司が5倍わさびって言ったら驚くでしょ驚きます、ね、それと同じように日本人のその辛さ、激辛で20倍辛いは私たちが理解できないですねねえ、徐々にイメージがね変わってきましたけれども、はい、ハリスさん、ムンバイはインドで一番大きな都市だということなんですが、例えるとどういう感じになるんですか、ムンバイを。そうですね、ムンバイはインドビジネスの中心の街ですから、ムンバイでは夜のない街と呼ばれますね。夜のない街、眠らない街ってことね、きっと。そうそう、眠らない街。そうですね、ムンバイのビジネスマンが遅くまで働いててとか、IT コールセンターのビジネスも今増えていますが、だから IT コールセンターの人たちもアメリカとかイギリスの時間に合わせて仕事しているので、ムンバイはビジネスが24時間動いています。ですので電車も1日で22時間くらい走っています。終電は2時に終電で、あと4時半から始発、スタート、ね、終電夜中の2時、始発が朝の4時ってことですか？うわ、一杯飲んだらすぐ始発です朝まで粘んなくて全然変わりますね。まあ、ムンバイそういう、ね、変化が大きくて、はい、近代的な面とそれから昔の面影も残しています、はい、こちらの絵をご覧ください、はい、えのきさんが描かれた、ボンベイと書いてありますからちょっと古い。あ、そうですね、いつ頃ですかこれ？もうこれ20年近く前だったと思うんですけども、これはムンバイのどの辺ですか？港の近くの川で描いたと思うんですけれども、もちろん振り返ると近代的なビルももう当時からいっぱいあったんですけど、ただこういう情景と近代とがもう本当混然一体となってるっていうのがやっぱりインドの特徴ですよね。古くからね、素敵なものもそのまま残しつつ新しいものも取り入れてるっていうムンバイですけれども、はい、今のムンバイ見るのに最適な番組を